信州中野バラ祭りは2024年30周年を迎えました。本当にね、多くの皆様が来てですね、バラを楽しんでいただきたいなっていうのが本当の真の思いでございます。バラってなんか人を魅了するものだと思うんですよね。いろんなバラを見てると本当に心が和やかになったり、嬉しいと言いますか、もう大きなバラを見ると、あ、こんな綺麗になったんだっていう形で本当に嬉しく思っております。850種3000株のバラが咲き誇る一本木公園、長野県内でも有数のバラ園として、バラ祭りには世界中から来場者が訪れます。1984年の公園開園前、この場所は国内大手ビールメーカーが原料のホップを栽培していました。1942年には全国の 70% を超す生産量を誇りましたが、安価な輸入ホップへの切り替えにより1980年に閉鎖され、その後中野市が跡地を購入し、1984年5月一本木公園として開園しました。故黒岩菊夫先生、一本木公園がバラ公園として有名となる礎を築いた方です。公園が開園して間もなく、須坂高校の生物教師を退職されたばかりの黒岩先生が自宅で育てていた172種179株のバラの生木を中野市に寄贈され、毎日のように通い育て続けたことが契機となり、現在のバラ公園へと成長しました。いや、俺はね、先生が倒れたのね、そこですよ、11月に。それで倒れちゃってね、入院されたんですよ。それでその後、じゃあこんなに有名になったね、先生が亡くなっちゃう、あと誰がやるっていうことで、だいぶ市役所困ってたんですよ。でたまたま俺がその年かな、農協定年になったんですよ。昔のあずさん、おめえリンゴの技術員やったんじゃないかと。リンゴの技術員、リンゴはバラ科だと。じゃあおい、バラの手伝いやれっていうことでね、じゃあやるかいっていうことでね、始めたんですよ。それで先生とね、3年間退院されて、3年間いろんな先生の話を聞きました。それでそのほとんどもう3年間は先生須坂からここへ来られてもね、仕事ができるんで、あそこのね、あそこでお母ちゃんと、バラを見て午後になると家に帰られるということで、その間にね、先生にいろんなあのバラのね、話聞いたんですよ。それでシック中野についてね、どういう形で生まれたかと、そういう苦労話も聞いたんです。こちらがシック中野、黒岩先生が作出した中野市初のオリジナル品種です。小さな花びらに鮮烈な紫が印象的な、まさにシックなバラです。シックはフランス語で上品で洒落たという意味、また黒岩先生の娘さんの愛称でもあったそうです。バラを愛娘のように大切に思う気持ちからの命名でした。やっぱり中野に黒岩先生のね、バラをいただいた時から、この町をそのバラの町にできればいいかなっていうことをですね、やっぱりあの仲間と考えて。湯本市長は1998年から11年間バラ祭り実行委員会の会長を務めました。黒岩先生との思い出を振り返ります。黒岩先生と話したときに、先生がほらどん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 、たくさんの来場者が見えて、バラの好きな、ね、愛好家の人が来てくれるっていう時をね、先生がほら見ててね、どんどん人数が増えてきたんで、その時にね、先生がね、本当にそのなんていうの、嬉しい、こういう、バラを愛してくれる人たちがこんなにいたのかっていうね、その時のね、先生のその喜びの声がね、嬉しかったかな。それとその時に先生もこういう風になるの分かってたんでしょって聞いたら、いやいやいや、バラをね、愛してこういう風にお祭りやってくれたり、
管理してくれる、ね、人たちがいるからできたんで、だからそれは皆さんのおかげだっていうふうに、ね、言っていただいたのが一番あれかな、鮮明に覚えてるかな、うん、美しいバラをご自宅に持ち帰るのも来場者の楽しみです。春はここに来なきゃバラを見た気がしないという方もいらっしゃいますしね、まあ、本当に嬉しい限りです、はい、品種にもよるんですけど、春しか咲かない一季咲きと呼ばれる品種もありますし、四季咲きと呼ばれる春夏秋と、ね、3回ぐらい、ね、咲く品種も多くて、やっぱりまあ春はねもう冬こうね蓄えたのを一気にこうエネルギーを出してくるっていうところで、まあ、非常に花も大きく花の数も多いっていうね、バラが楽しめるんですけども、秋だと今度はねこう朝晩の冷え込みもありますので、こう非常に色がギュッと濃く乗ってくるようなバラと、またこう形の整っているバラですね、そんなバラが秋は楽しめるのかなと思います。信州中野バラ祭りは中野青年会議所がスタートさせたイベントで、現在も OB を中心に実行委員会を組織しています。30周年記念企画として今年バラ祭りオリジナルテーマ曲が発表されました。楽曲を書き下ろしたのは旅するバイオリニスト大内飛鳥さんです。初めてこちらにお邪魔したんですけれども、満開の時期ってすごく短いので、限られた時間に咲く命のあるものの儚さだったり、力強さだったり、そんなものを一曲にこう表現できるといいなと思って、はい、制作しました。この場所を思い浮かべて、この場所のために作った曲なので、いっぱいいっぱいこの公園で愛される曲になるといいなってまず思いますし、バラと一緒に曲もこう成長していけるといいなっていうふうに願っています。美しい優雅なバラと音楽が重なり合い、訪れる人の心を幸せにします。